おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。テスラ株投資家にエキサイティングなニュース。キャシー・ウッドが所有する全 AI 銘柄のベストからワーストまでのランキング。テスラ、買い、売り、それともホールド？そして今週のアンケートと今日のコメントを紹介したいと思います。今日のコメントの中でテスラのスーパーチャージャーの料金について解説します。スーパーチャージャーの料金って実際どうなの？高いの？安いの？こちらを紹介しますので気になる方は今日のコメントにてチェックしてください。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価などからチェックをしていきたいと思います。先週ですけれどもダウは最終的に100ドル以上上昇しておりまして35,281ドル、ナスダックは逆に93ポイント下げておりまして13,644ポイント、 S&P500 も少し下げてますね、4464ポイントとなっています。そしてテスラがどうなったかというと、テスラは最終的に少し下げて 242.65 ドルで終えています。そして NVIDIA も結構下げてきておりまして 408.55 ドルとなってきてますね。はい、結構下げてきています。ではまず最初にテスラ株投資家にエキサイティングなニュース、こちらの記事を紹介します。こちら記事の中にこちらの動画がありまして、この動画について解説していましたので、この動画で言われていることをまとめてみます。まず最初にイーロン・マスク氏とマーク・ザッカーバーグ氏との戦いっていうのは行われずに、代わりにイタリアで映える場所で事前試合を行うことになったということです。そして次に中国において7月のモデル Y の生産台数は 57,604 台であり、過去2番目に高い月間生産数となりました。そして7月のモデル3の生産台数は 22,741 台であり、年初来平均の 11% から低下していると。そして小売販売台数は 31,423 台であり、そのうち 23,632 台がモデル Y となりました。続きまして FSD の11.4.7 が公開ということで、 99% が AI で構成されるバージョン12のリリースが近く、ほぼ完全な書き直しが行われる予定ということです。しかし QA ドライバーによってテストされているが、まだ公開されるにはコードが多すぎるということです。そして気になるテスラの株ですけれども、カップ&ハンドルパターンが維持されていて、 RSI は中立的な領域に向かっており、MACD はまだ上昇傾向にあるが下降傾向にあるため注意が必要ということです。はい、ということで動画で言われていることをまとめてみました。気になった点としてはマック・ザッカーバーグ氏との対決なんですけれども、これは本当の戦いではなくて事前試合ということです。なのでちょっとしたイベントで終わる可能性があるかもしれないので、昨日僕は動画の中でこの対決が株価に影響を与えて大暴落になるかもしれないと言いましたけれども、実際のところ株価にはそんなに影響ないのかなと思いました。単なるイベントで終わってもらえればと思います。そして FSD ですけれども、いつ公開されるのか、ここが注目点ですよね。昨日の記事でもイーロン・マスクさんがテスラが人工知能 AGI の分野で飛躍的な進歩を遂げようとしていることを示唆し、テスラの自動車は今や心を持っていると主張ということも紹介しました。果たしていつ公開するのかっていうのが楽しみですね。そしてやはり気になるところとしては、日本ではどうなのかというところですね。実際のところまだまだ先になるんじゃないかなと思いますけれども、早く日本でも FSD というのが公開されたらいいなと思います。続きまして、キャシーウッドが所有する全 AI 銘柄のベストからワーストまでのランキング、こちらの記事を紹介したいと思います。この記事の中ではキャシーウッドの投資戦略として AI の銘柄のベストからワーストまでが紹介されていました。ではランキングで紹介したいと思います。ランキングの1位から5位ですけれども、このようなランキングになっています。1位がアルファベットですね。アルファベット、アマゾン、マイクロソフト、メタ、そして5番目にテスラとなっています。続きまして6位から10位ですけれども、6位に NVIDIA が来ているということですね。パランティアなどが来ていますよということです。
これが6位から10位です。そして11位から14位ですけれども、こちらがね11位から14位となっています。記事の中では9位と10位の台湾セミと JD.com ですけれども、これは中国によるリスクに直面しているということです。そして11位から14位に関しては4つの新興 AI 銘柄は将来性があるということです。はい、ということでこの記事の中ではキャシーウッドさんの投資戦略として AI 企業について紹介されていました。まあ、自己責任でお願いしたいですけれども、株式投資の参考にされてみてはと思います。このランキングに関しては記事の中でもありましたので、じっくりと見たい方は記事の方を参照してみてください。では最後の記事として、テスラ買い売りそれともホールド、こちらの記事を紹介します。結論からいきます。イーロンマスク CEO は自動運転が収益性を高めると考えているが、株価収益率 PER は70となっていて、テスラの高い評価を心配する声もあると。このことからも長期的な成長のために保有するのか、それとも年初からの上昇により利確できる人は利確するのか、それともまだまだ様子を見るのか、最終的には個人の目標やテスラの将来に対する見方に合わせて決断すべきと記事の中ではありました。やはり結論といっても記事としては濁わす感じなんですけれども、最終的に自分自身がどう考えるのかっていうところになってきます。じゃあ僕がどう見るかというところですけれども、まあ、株価収益率の PER、 これが70なんですね。これをね、やっぱ高すぎると思う方は投資をね見送れば僕はいいと思います。逆にテスラっていうのはまだまだこんなもんじゃないよと思われる方は、下がっている時に買っていけばいいんじゃないかなと思います。僕は今はそのタイミングだと個人的には思います。ただあくまで自己責任でお願いしたいですけれども、今は僕は下がっているのでいいタイミングじゃないかなと思っています。はい、ということでまとめですけれども、今日はテスラ投資家にエキサイティングなニュース、そしてキャシーウッドが所有する全 AI 銘柄、最後にテスラ買い売りそれともホールド、こちらの記事を紹介させていただきました。やはり気になるのは株価が今後どちらに向かっていくのかですよね。正直今はね、今後どうなっていくのかっていうところの判断が難しいなと思っていますけれども、皆さんはどう考えますかというところで、今週のアンケート、これはね今から行いたいと思います。はい、では今週のアンケートですけれども、まず最初にいつも通りですね、今週のテスラ株はどうなると思いますか、これだけ必須の質問となっています。上がると思うか、あまり変わらないと思うか、下がると思うかですね。ズバリあなたの予想はというところで、あなたの予想を選んでみてください。そして何かコメントですね、このチャンネルに対する要望とか、こういった質問をしてほしいとか、何かご自由にコメントがあればぜひ記載の方よろしくお願いします。そして今日の質問としてはこちらです。選択肢としては4つあります。テスラ株投資をしていて、テスラに乗っているか乗っていないかですね。そしてテスラ株投資をしていなくて、テスラに乗っているかテスラに乗っていないか、この4択ですね、ぜひやってみてください。よろしくお願いします。では最後に今日のコメント、こちらを紹介したいと思います。今日は2名の方のコメントを紹介します。ほとんど同じ内容だったんですけれども、まずはあきらさなだ7792さんです。スーパーチャージャーは大幅な値上げをしたね。30分充電で1分170円、5100円です。ハイブリッドの2倍近くの値段です、というコメントです。そしてもう一人、ひろしよしたけ4576さんですけれども、日本のスーパーチャージャーの場合、150kW、 100kW から 180kW、 1分40円から105円に、250kW、 180kW から 250kW、 1分40円から170円に、250kW で4倍です。テスラを買った後に大幅な値上げは詐欺でしょう。 250kW 30分充電で5100円です、というコメントです。あきらさなだ7792さん、ひろしよしたけ4576さん、コメントありがとうございます。昨日それぞれコメントをいただいたんですけれども、共に30分充電で5100円ということなんですが、本当にそうなのかなということで、僕自身は普段自宅充電をしているので、スーパーチャージャーでの実際のところがよくわからなかったんですよね。けどこんなに高くないはずだけどなと思い、 X の方でテスラオーナーの方々に聞いてみました。で、結論から言いますけれども、そんな値段かからないです。まず充電なんですけれども、充電っていうのは進んでいくと充電スピードが落ちるんですよね。なので 250kW なので、ずっとそれが充電されるっていうことはありません。で、充電スピードが落ちるとその分単価も下がってきます。まず充電料金として今現在このような感じになってます。0から 60kW だったら1分間に35円、60から 100kW で1分間に65円、100から 180kW で1分間で105円、180から 250kW で1分間で170円、そして超過時間として1分間で100円となっています。まずこれが料金体系ですね。
なので、180から 250kW の場合、1分間で170円なので、例えば 180kW で計算したときに、1分170円ということから、そのまま30分充電したら、170×30分で5100円という計算になります。このことから今日のコメントで紹介された方のコメントとして、5100円という数字が出てきています。そしてこちらなんですけれども、1時間充電したら、180kW の場合は 180kWh となります。となってくると半分の30分で 90kWh となります。でテスラのモデル Y の RWD に関しては電池容量が 75kWh なので、この計算でいくと充電に30分もかかりません。このことからも仮に 180kW でずっと充電できたとしても5100円もかからないということです。そして実際には充電が進むと充電スピードが落ちるので、その分単価も安くなり、結果としてはもっともっと安くなります。実際に X の方でテスラオーナーさんからコメントいろいろいただいていますので、そちらを紹介します。まずデマでしょう。8月9日トヨタスーパーチャージャーで 40kWh、 モデル3のパフォーマンスで 58% 分で1935円でしたということですね。最大1分170円なのはそうなんだけど、そんな高出力が30分も維持されるわけないので、あまりにも理論値すぎますね。そして仮に出力 180kW 以上が持続したとしたら、満タンまで30分もかからないですねということです。これが先ほど計算したことですね。そして確かにスーパーチャージャーの電気料金は値上がりしているけど、 250kW で30分間は充電できないので5000円は超えないですね。250kW で30分間充電できるならバッテリー容量が 125kWh あることになりますね。逆に嬉しいわと。そしてロングレンジで0から 90% くらいなら2500円くらいまで行くことはあっても、なかなか3000円になるにはセルバランシングや終了しても退かさない場合などのいろいろな条件が必要ですということです。はい、ということで皆さんどうもコメントありがとうございます。結論から言いますと、最後のコメントにもあるように0から 90% ぐらいで2500円なので、1回の充電で5100円もかかることはないということです。僕自身の経験としても、今まで 20% ぐらい減って 100% 近くまで充電した時に2000円かからないぐらいだったなっていう記憶はあるんですけれども、5100円もかかるってことはね、ないと思います。まあ、昨日ですけれども、このコメントをもらいまして、皆さんに聞いていろいろと教えてもらい、僕自身もね、かなり勉強になりました。充電に関していいきっかけとなりました。ありがとうございます。やっぱり電気とか電力とかって分かりにくいですよね。で、苦手な方にとっては本当苦手で、得意な人は本当詳しいですよね。僕はね、若干苦手です。昨日は久しぶりにもう紙とペンを持って計算とかしちゃいましたもんね。もっともっと僕自身も勉強しないといけないなと思いましたけれども、昨日はこのコメントのおかげですごくね、勉強させていただきました。ありがとうございます。昨日もコメントいただいております。ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方よろしくお願いいたします。はい、このような感じで僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してコメントをもらえると嬉しいです。コメントは必ず返信します。ぜひ気軽にコメントの方よろしくお願いいたします。もし充電とかよくわからないことがあったりして聞きたいことがあったらコメントにて教えてください。そして今回紹介した記事の内容はブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。まず僕自身がアパレルショップをオープンしました。このアパレルショップの服は環境に優しい素材を使った服となっています。ぜひ今後服を買う際にはこのアパレルショップブレイクの服もね、検討されてみてはと思います。アパレルショップの URL は概要欄に記載してますので、ぜひそちらから見に来てください。続きまして LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や AI、Web3 など未来の最新技術に関する情報を交換するグループを作りました。参加費は無料です。毎日テスラ情報がいろいろと出ていますので、ぜひテスラの情報が欲しいと思われる方は遊びに来てみてください。参加方法ですけれども、画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっています。 X のスペースですけれども、次は今週の金曜日の朝7時30分から行いたいと思います。ぜひ X の方もフォローしてもらい、スペースで一緒に情報交換していければと思います。はい、ということで、お盆ですね。昨日から実家の方に帰ってきておりまして、今日は実は車の中でこの YouTube を収録し作っています。
両親もまだ寝ていますし、朝から声を出して収録するっていうのは微妙だなと思ったので、家の近くの充電ステーションで充電をしながら今この動画を作っています。ただテスラなんですけれども、社内で仕事するにおいても電源も取れるし非常に便利ですね。先ほど X の方でどんな感じかっていう写真を送ったんですけれども、非常に快適に仕事ができる状況です。なので自分の仕事をするっていう上でも結構いい環境じゃないかなと思います。今日はこれから妻の実家の方に移動していきたいと思っていますけれども、皆さんもお盆で帰省されてる方も多いと思いますが、道中気をつけて行かれてみてください。はい、では今日も暑い日になりそうですけれども、皆さん体調にはお気をつけてお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。お知らせです。僕自身の YouTube でのメンバーシッププログラムを始めました。コンテンツ内容としては、投資に対する考え方やビジネスについて僕自身の経験や今僕自身が学んでいることをですねお届けしています。そして僕自身がどのように投資しているのか、こちらについてもお伝えしています。実践模様をお届け中ということですけれども、僕自身が実際に現金で50万円入れて、それを株式投資で運用している様子をお届けしています。どのように投資しているのか、そして結果がどうなっているのか、これをですね、一つね、口座を用意して、そちらに50万円入れて、それをお見せしています。少しでも投資の参考になればとも思っています。メンバーシッププログラムの対象者ですけれども、自己成長に興味がある方、投資やビジネスを勉強したい方、年齢や経験を問わず、これからの自分を高めたいと思っている方です。僕からのメッセージとして、一緒に成長し、学び、そして自己を高めるということに真剣に取り組みたいと思っています。このプログラムを通じて、一緒に新たな可能性を模索し、各自の成長を実現したいと考えています。あなたの参加を心待ちにしております。一緒に成長して、一層彩りのある人生をね、送っていきましょう。参加方法は概要欄にメンバーシッププログラムのリンクを置いていますので、そちらの方から参加してみてください。では、あなたと一緒にメンバーシッププログラムでお会いするのを楽しみにしています。ではまた。